という、まあ、わけのわからない登場の仕方ですけれども、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで、もうね、ほんとすごい最近暑いんすよ。昨日おとついとかもめっちゃ暑くて、ということで、今日はサークル系サンクスによったら新感覚っぽいね、スイーツが販売されてたので買ってきました。チェリードブチェ48層のドーナツカスタードっぽい粒あん。なんかこれなんですけど、今クロワッサンドーナツって流行ってると思うんですけど、普通のパンコーナーとかに売ってるじゃないですか。これあの冷蔵コーナーに売ってて、なんかひときわちょっと目立ってたので、今日はこの2つを食べてみようと思います。めっちゃ暑くない？最近やばいよ。関コーヒー、牛乳屋ならではのコクと旨味。この間もこの紹介した関コーヒーなんですけれどもですね、かっちゃんの地元岐阜県関市というところがやっている大変美味しいコーヒー牛乳なのでございます。はぁー、きてー。カスタードホイップの方はチョコレートが上にコーティングしてあるクロワッサンドーナツって感じです。粒あんの方は真っ白なチョコシュガーみたいなのがついたドーナツになってます。じゃあまずはこっちのカスタードの方からいってみよう。ん、これはクロワッサンの大革命や。いや、クロワッサンの大革命、ドーナツの大革命、まあどっちかな。なんか中はこんな感じでカスタードとホイップクリームが入ってて冷たいです。これ美味しい。なんか暑い時期ってこう黒いもの食べたくないので、クロワッサンドーナツってどうなのって感じだったんですけど、中が冷たいのでこれ結構パクパクいける感じのドーナツになってます。じゃあこのあんこの方を食べてみます。絶対こっち、絶対こっちの方が美味しい。あんこはこんな感じで本当にただあんこが入ってるだけです。でも中のあんこは冷たいので、これもこの今暑い時期に結構パクッと食べれます。しかも値段も128円なんでそんな高くないんで、ちょっとシュークリームとか買うならこれ買った、方が、あ、ちょっと落ちる。だがすごく食べづらいな、これはね。真面目に、ごちそうさまでした。はい、ということで、じゃあ今日はサークル系サンクスシェリエドルチェの48層のドーナツカスタードホイップとあんこの紹介でした。まあね、新しくて斬新で買ったらすっごい美味しいです。これ結構私の中ではクッとくる感じのこの美味しさでした。なんで気になる人がいたら値段もお手頃なんで、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。トロ入れてないし、どんだけ。パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくです。